ギニアビサウの地図、1993年。本校では、ギニアビサウの歴史についてもベル。ギニアビサウは1450年代から1970年代まで、ポルトガルの植民地であり、1973年9月24日に、独立した。1625年頃の西アフリカ。現、カーボベルでギニア、ギニアビサウにあたる地域は15世紀には、 ポルトガルの探検家によって探索され、ポルトガルは1446年にギニアの領有を主張した。その時のギニアビサウはマリ帝国の支配から振り切ったカーブ帝国が支配していた。ポルトガル領ギニアビサウの紋章1630年、ポルトガル領ギニア総督府が設立される。ポルトガルは現地部族の助けを借りて奴隷貿易に参入、多くの奴隷を、 カーボベルデ経由で西半球に輸出した。奴隷貿易の中心地には河川がある。19世紀に奴隷貿易が衰退すると元は軍事と奴隷貿易の中心地で1765年に成立したビサウが商業の中心地になった。内陸部は19世紀後半までポルトガルに征服されなかった。またボラマ島をめぐって イギリスとポルトガルの間で紛争が起きたが、米国のユリシーズ・グラント大統領の仲介で、ポルトガル有利で決着した。その後、ポルトガルは1914年に勃発した第一次世界大戦までに、政令信仰者の部族を降伏させ、植民地の境界を定めた。内陸部は30年以上かけて支配下に置いたが、ビジャゴ諸島の完全支配は1936年に、 ようやくなされた。1941年には植民地主婦がボラマからビサウに移転した。1952年植民地から海外州に解消された。アミルカル・カブラルによればポルトガル植民地時代のギニア、アンゴラ、モザンビークの非式自立は99%に達していた。1970年時点のポルトガル領アフリカ植民地。緑は ポルトガル支配下、赤は反乱軍支配下、黄色は係争中。東ドイツの切手に描かれたアミルカル・カブラル、1978年。1956年、アミルカル・カブラルとラファエル・パウラ・バルボサが、ギニア・カーボベルデ独立アフリカ島を秘密裏に結成。1960年に本拠地を粉栗に移すと1961年に武装反乱を起こした。 ポルトガル軍には増援が派遣され、3万5千人まで増えたが、PAIGC の影響力は増し、1968年までにギニアビサウの大半を支配した。PAIGC は占領地で文民政府を設立、国民議会選挙を行った。その後、ポルトガル人の支配地は、軍の駐留地と大都市に限られるようになった。 また1968年から1973年までのポルトガル領ギニア総督アントニオデスピノラはポルトガルに帰国後にカーネーション革命を率いることとなった。1973年にアミルカルカブラルがコナクリで暗殺されるとアリスティデスペレーラが PAIGC 党首になった。その後 PAIGC 全国総会が防衛で開かれ、 1973年9月24日にはギニアビサウ独立が宣言された。11月の国連総会では93対7でギニアビサウの独立が承認された。1980年のジョアン・ベルナルド・ビエーラ。1974年4月にポルトガルでカーネーション革命が勃発した後、ポルトガルは9月10日にギニアビサウの独立を承認した。 同日には米国もギニアビサウの独立を承認した。アミルカルカブラルの弟、ルイスカブラルが初代大統領に就任した。1980年11月、ジョアンベルナルド・ビエーラ首相がクーデターを起こし、政権を奪取した。以降1984年5月までビエーラ率いる革命委員会が権力を握ったが、その後は委員会が解散され、 一党制の議会が設立された。1983年、1985年、1993年にもクーデター陰謀があり、また1986年に初代副大統領パウロ・コレーが処刑された。アフリカ諸国で複数政党制への移行が進む中、ギニア・ビザウも1994年8月に総選挙を行った。 ビエーラは大統領に当選したが、1998年6月に軍人反乱が起き、ギニアビサウ内戦が勃発した。内戦は1999年5月にビエーラが亡命して、国民議会議長マラムバカイサニャが暫定国家元首に就任したことで終結した。1999年から2000年、ギニアビサウ総選挙でクンバヤラが当選したが、 2003年のクーデターで追われ、代わりにエンリケ・ロザが暫定大統領に就任した。2005年ギニア・ビサウ大統領選挙では、ジョアン・ベルナルド・ビエーラが勝利、ヨーロッパの選挙監視団は、選挙が穏やかで整然としたと述べた。2009年3月、ビエーラが暗殺され、国民議会議長、ライムンド・ペレーラが暫定大統領に就任した後、9月の 大統領選挙で、マラムバカイサニャが当選した。サニャが2012年に病死すると、大統領選挙が行われたが4月に、クーデターが起きた。翌5月に、マヌエルセリフォヌハマジョが、暫定大統領に、就任、2014年に再度行われた選挙では、ジョゼマリオバスが大統領に当選、ペレーラが、バスによって首相に任命された。ありがとうございます。